っぱり上げてくるんですよね。すでにもうかなり高いディフェンスラインを取っていますね。さあこのボール収まった、右足のシュートだー。先制ゴールはセレッソ大阪、水沼が決めていきました。一瞬の隙を突かれました。このラインが上がったところにね、本当に絵に描いたように裏にやっぱりロングボール、そしてねこの時にキーパーを見てたんですよね。今シーズンはここまで3得点を挙げているエジガルジュニオが準備しているという情報が入っています。ここスペースありますよね。さあオフサイドはない。まずブルーメンです。切り返した、ここは木田が詰める、まだある、右サイド呼んでいる、右でのシュート、水沼今日2点目。そうですね、これやっぱり走ってますよね、よくね彼はね、この出した後、はい、相手ライン気にしながらねバックステップでね押せる。ゴール前マテヨニチ曲がってきた。さあロングスロー流したところ、最後は水沼コーナーが決めました。今シーズン3点目、セレッソ大阪がリードを広げています。藤田のボールの質、そして空中での この高さのところで水沼で来た、枠に行ってる、決まった。直接フリーキック、叩き込んだのは水沼。セレッソ大阪先手を取ります。今のはそうですね、少し距離があったんですけれども、まあ、林選手もね、まあ、前にパスコースはない。ブルーノメンです取った、奪われた後の守備がいいセレッソ大阪、今度は自分たちのチャンスにつなげて右サイド水沼かわして、左足どうだ、シュート、ゴール決まった。水沼ゴールゲット、今シーズン5点目、18節広島戦以来1ヶ月半ぶりのゴール、今シーズン5点目です。いや、あのジュビロのね攻撃のチャンスからなんですよね、やはり自ら追いつきました。丸橋、三浦のボールをブルーノメンデスが行く、これを柿田に拾う、うん、柔らかいボール、大外、水沼に加えてパトリックも用意させます。ただこうブルーノ・メネスの切り替えも素晴らしかったですし、カキタンがやはり前見た時の判断質が上がってますよね。あとは水沼の取り込みですよね。さあもう一度コーナー、セレッソドーグラスのクリア、水沼打ってきた、スーパーゴールが決まりました。取れません。うん、クリアボールからね、これドライブの効いた、なんかすごい回転ですよね。